陽気で可愛いうちとうまく付き合えるヒントをレクチャーしてやろう一つ、話が長いと思わないこと。二つ、うちに物を運ぶなどの雑用を任せないこと。三つ、うちに命じるよりお願いの方がいいと心得ること。まずはこの三つで、いつか思い出したらまた補足して。あー、ちょっと聞いてるこんにちは、指揮官うちのことは、運流型航空母艦カツラギといって、航空母艦。空母ではなくて航空母艦。

そんなに帰りたくなかったら、まあちょうど話し合いていなくて困ってたところだから、あんたに付き合ってもらうことにする。つまりな、ここはまずうちの好きな土のことから。半響爆撃確かに想像力に富んだ戦術だわね。こんなに強くて可愛いうちでもかの対戦ではユニオン2体目に合わされたからな。<laughs> だから書類の処理はうちに任せるがいいあんたのサインの真似がみんなにバレるかどうかを試すチャンスをうちが見逃がさすがあ、っじょ冗談に決まってるわケーキなら机の上にあるよっとそしてあんたは何で半分しかないって質問してくるのはもうわかっているそれはねうちが半分食べちゃったからっとあーはっはっはどうかしたうちに頼みたいことでもあったはて 精神性、誠誠うちにお願いするなら、この活垣が考えてあげなくもないよ。う、はあ、そんな度胸ないというのはすでに知って。早くやめんか。こ、ここんなことして責任取ることを知らないとは言わせないぞ。<laughs> ふーん、まだこなせていない任務があるとでも言うのではないでしょうね。 これだけ報酬物資があればもっともっと仕事の幅が広がり指揮官に任される任務もまた増えるのであろうて肩 <laughs> の荷が一気に増えた気がした新しいメールだわはてこれはどういった要件で任務の知らせかなそれともあ早く開けて中身確認してよもう帰ったか実はついさっき妙なことが起きてな この執務室になんと小鳥が迷い込んでしまって外へ誘導するのに一苦労したわけよ。まったくあんたの執務室って鳥類にモテモテじゃないって、聞いてる。委託のボーナス届いたよーっと。確かにあんたに知らせたから運ぶのはよろしく。うん、いい感じ。うちのありがたさを認めてくれた分だけあんたのことを褒めて死んじゃよー。<laughs> うちが出る戦は勝ちが決まっているようなものよなあどこの馬の骨とも知れぬ雑魚どもがこの正規空母であるうちに勝てる見込みなどどこもありゃしないのだ負けた全力を尽くしたのに の力をよく見取れ大切な正規空母であるうちがめった打ちされてるけどいけないね指揮官。艦隊を率いる総大将と丸尾方がこんなだらしなくなってしまうとはいかがなものだと思うわ何当たり前のことを繰り返して聞いてるの空母の仕事を全うするそれ以外のことはできないのはうちがれっきとした正規空母だからだな 指揮官は何をしようとしているのかしら装備でパンパンになっている倉庫のチェックもしくはそこら辺を適当にブラブラあ、もしや、誰かとデートの約束でもしてたのって、聞いてる指揮官ついさっきすごいことに気づいたけど、明日は休日で指揮官もうちも何も予定入れてないって、そんな偶然な日はなかなかないわね。そういう滅多にないめでたい日には一体何をすればいいかあんたはどう思う の前では、顔が真っ赤になって緊張してうまく話せなくなるってのが通説というか、本に書いてあるなのに、うちがこうしてあんたと一緒にいるときは、そうなるどころか話が止まらないのだあっ、わかった緊張してるのはうちではなく、あんたの方だからかってう、聞いてるいつもはごまかされているけど、今日という今日は、この言葉は絶対に最後まできっちり聞いてもらうわよ 本日汝とちぎりを結び生涯苦難を共にし片時もそばを離れぬうんこれでいいはず次は汝が復唱する番だいやいや間違ってると言ってるつもりはないけどな勝利は時の運だから焦るのはなし